はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。本日メンテナンスありましたね。まあ、いつもね延長するんですけども、今回はですね珍しく予定通りにね早くメンテが終わりました。ということで今日はですね次のイベントもうすぐ始まります、12月のね前半イベントについて話していきたいなと思います。次のイベントはですね12月1日日曜日から12月15日日曜日までということで、形式は武道会じゃないかと思います。おいおい誰だよ、気まぐれゲートとかさ、クリスマスイベントとか言ったやつ。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。今回のですねアップデート時点追加は9体ということで、まあ、勇ましい S ランク、豪傑族に SSS ランク、そしてプリチーがですねランク Z と S ランク、あれですよ、そしてポカポカ族が SS ランク、そして薄ら影に SSS ランクが2体、不気味族に SSS ランク、そしてニョロロン族に A ランクということで、結構ねたくさん追加ありました。てんこ盛りです。これはやべえ。妖魔市武道会ということで、まあいつものあれなんですけども、下にねちょろっと書いてあります、こまみも参戦ということで、まあ取ってつけたようにこまみ探しの旅じゃないんだけど、こまみ登場するみたい。トーナメントの優勝回数が増えると敵が強くなってくる、そして報酬も良くなっていくよ、これはいつも通りです。そしてトーナメントが厳しいと思ったら早めにギブアップしよう。そうなんです、遅すぎるギブアップはありません。連続で勝つと良いことがあるよ、負けたりギブアップすると連勝がリセットされるから注意してねということで、まあ、なるべくね連勝していくと獲得 Y ポイントとか結構ねいいものがもらえる、そしてトーナメントで勝つとたまにお宝が手に入るよ、お宝を全部集めるとレアな妖怪などを入手できるよということで、まあいつものあれですよ、お宝集め、武道会といったらお宝集め、お宝集めといったら横取りです。で今回のお宝集めなんですけども、まあいつもの通り4つ、まあいつもの通りというかね、たまにちょっと少ない時もありますけども、今回は4つと、キリスギリスのお宝、双翼翔蘭のお宝、必殺の秘伝書のお宝、そしてお決まりヒスキルの秘伝書のお宝と、まあ4つですね、まあアイテム2つの妖怪2つという、まあいつものパターンと。最終決戦？そうなんです、最終決戦があるかもしれません。まあ最終決戦といったらね、まあ過去にもねいろいろありました、二の国最終決戦、まあイベント後半でね追加コンテンツで強敵が現れるパターン、でもこれ武道会じゃないからね、空なき最終決戦ありました、これもねイベント後半で強敵が追加されるんだけど入手はガチャからみたいな、ちょっといやらしいのありました、でもこれも武道会じゃないからね。邪神カチカチ最終決戦、これはさ武道会だよね、ということはこのスタイル久しぶりに来るか、まあ久しぶりというか結構最近多いんですけども、輪廻方式また輪廻来ちゃうか。説明しよう、輪廻方式とはまあ極妖魔界トーナメント、妖魔界トーナメントつながり来たよ。でね、まあ輪廻最終決戦ありました。輪廻はですねトーナメントに15回優勝すると、まあ、常にねバトルできることになります。まあこれはねあの降臨システムよりはねちょっと戦いやすいかなと思います。しかし通常ねむっちゃ強くて勝てません。パワーをね封印していく必要があります。輪廻の能力を封印、輪廻の攻撃力を減らす、お邪魔玉を減らす、輪廻の HP を減らす、 HP 回復量を減らす、反撃の技ゲージ吸収を減らす、反撃ダメージを減らすということで、まあほぼほぼですね全て封印しないと正直勝てねえ。まあ同じようなシステムがですね妖怪ウォッチシャドウサイドフィナーレ不動明王回の時にもありました。やはり15回優勝すると回が現れる、しかしむっちゃ強い、封印していかないと勝てない。だから今回もその封印パターン来る可能性あるんじゃないの。で気になるね新妖怪、こちらざっくり見ていきたいなと思います。視覚症カイチ、今回ねおそらくねこれがまあラスボスとしてね来るんじゃないかと思います。まあ見るからにさ顔が怖いよね。まあそして輪廻方式で来るとするならば、まあいくつかのねパワーを封印して倒さないと勝てません。
反撃時の、ね、技ゲージ吸収を減らす、お邪魔玉を減らす、 HP 回復量を減らす、反撃ダメージを減らす、もしかしたらねもう一つ二つあるかもしれません。だからまずはねイベント攻略封印していく、コマミランク Z、 やはり今回の、まあ、目玉キャラランク Z 枠はコマミでしょう。まあ見た目可愛いしね。種族はプリチ族、入手方法はお決まりのガチャからとなります。特殊能力は強敵に対してダメージアップダウン、まあ両方あるということで、まあ今回もねガチャからこのコマミを引ければまあワンチャンあるかなと思います。騎馬将個人ランク SSS、 種族は豪傑族になります。入手方法はねおそらくガチャじゃないかと思います。そして特殊能力はまあ分かんないんだけど、挑戦者に対してダメージアップかダウンか何がしかつくんじゃないかと思います。これはあれだよね、妖怪ウォッチアークで出てきたキャラだよね。覚醒ドンドロ SSS ランク、種族は薄ら影族になります。入手方法はこちらもガチャじゃないかと思います。まあねドンドロ自体はもう妖怪ウォッチプニプニで出てるんで、まあおそらくね次に来るとすれば覚醒、超覚醒、おそらくそのあたりじゃないかと思います。かつて妖魔界を襲ったドンドロという祭器は妖怪たちに禁区とされるほど恐ろしいものだったという。数多くの妖怪たちが魂をかけて戦い封印した大釜が今でも無限地獄の底に眠っているということで、無限地獄にいますよ。視覚症開智 SSS ランク、種族は不気味族じゃないかと思います。入手方法は、まあ、最終決戦で出てくる、まあ、一つの、ね、目的ですよ。そして特殊能力はお決まりの獲得 Y ポイントアップ、今回はたっぷりアップしてほしい。壁覚症行馬ランク SSS ランク、種族は薄ら影族になります。入手方法はこちらもねガチャじゃないかと思います。特殊能力はね多分、まあ、挑戦者に対してアップかダウンのどちらかじゃないかと思います。これも欲しいよね。総翼将ランこちらはですね SS ランク、種族はポカポカ族になります。入手方法はお宝解放ということで、まあ、もしねガチャで爆死して特殊能力持ちキャラ出なかった場合は、まあ、このねお宝解放でこの特殊能力をゲットして、まあ、強敵に挑戦していく、まあ、そんなスタイルになるんじゃないかなと思います。川太郎なんだよこれ、カッパじゃねえか。 S ランク、種族はプリチー族になります。入手方法はなんだろうね、まあ、S ランクなんでさすがにガチャじゃないと思うんだけど、まあ、どうなんだろう、ワイポ交換か。特殊能力は特にありません。もしくはこのトーナメントでのダメージアップとかね、まあ、あるかもしれない。キリスギリス A ランク、種族はニョロロン族、入手方法はお宝解放となっております。前髪を残してオーダーしてもざっぱりと切られ個性的な髪型にされてしまう。子供が切られすぎるのは実はこいつではなくお母さんのせいかも、ということでアニメにも出てきましたキリスギリス。これね、まあ、ランク低いんだけど僕的にはむっちゃ欲しい。ジバジンペイ S ランク、イサマシ族、入手方法はワイポ効果もしくはログボの、ね、可能性もあるよね。妖怪学園 Y、 猫はヒーローになれるかの主人公、映画ありますよ。もうすぐだよね、12月13日からなんで、まあ、来週再来週あたりから始まります。超エリート学校 Y 学園に YSP 基準で入学した生徒、細かいことは気にしない性格で嫌なことは寝ればすぐに忘れる。で気になる挑戦者なんですけども、まあ、武道会といったらね挑戦者ですよ、まあ、一定確率で乱入してくる、トーナメントに勝つと乱入してくるなんだけど、まあ、なかなか乱入してこないあれですよ。さあ皆さんね何が挑戦者だと思いますでしょうか。まあおそらくね今回挑戦者5体、まあ多いよね。ゴクオロチ、そしてリンネ、カチカチ、ブラックダイヤニャン、またブラックダイヤニャン出てくるか、そしてコマカーちゃん、まあ、この5体がね出てくるんじゃないかと思います。いやでも5体っていうとさ挑戦者あまりにも多すぎるよね。ということは挑戦者はコマカーちゃんだけか、まあ、あとは最終決戦のマップに出てくるパターンか。いや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 、でも今の運営なら5体挑戦者やりかねないぞ。しかもこの5体ってさ挑戦者なんだけど仲間にできないパターンかもしれない。だってさもうすでに出てるキャラなんで
入手はガチャからやってくれよパターンか、最悪じゃねえか。さあ皆さんはね、今回の武道会どんなイベントになると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。ちょっとね動画長くなっちゃったんで、細かい話はまた次のね動画でねしたいなと思います。じゃあバイビー。